ぜ襲ってこない、カッサバイエル。あの巨人は他の巨人を倒してくれるなら、あの巨人を倒してくれる。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。あれは味方の、あの巨人は。なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。爆戦してるのかよ。なんだ、カッサバイエル、本部へ向かってるぞ。人が死ぬに過ぎたんだ。何が壊されたかだぜ。僕たちはもう終わりだ。もう一押し。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。助かったとはカマ。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵だ。分かった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。壁を登らせない気が。
本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。何だと。わかった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。なぜここに。落とした。火を散らしてる。次。あっちは苦戦してるのかよ。ヘキ、なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。カッサバイト。このままじゃ壁上に引けねえ。くそ、巨人どもが邪魔しやがる。よかった、本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。はい。次。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。カッサバイト。助かった。探しに来た。巨人に会うとついていねえな。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。
ありゃ、なんだ、イカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。